今日は NBC の特待入試の面接ではどのようなことが聞かれますかということについて田臥がお答えします。 NBC の面接では志望動機や高校生活で一番頑張ったこと、そして将来の夢なんかがよく聞かれています。この他にも長所や短所などたくさん質問をしますので、ぜひ皆さん考えてきてください。より具体的に詳しく言ってもらえると伝わるかもしれません。ぜひ周りのお友達や高校の先生と練習をしてきてくださいね。では挑戦する皆さん頑張ってください。